前回の東京五輪で旋風を巻き起こした日本女子バスケット。決勝まで勝ち上がって五輪6連覇中の米国に食らいつき、最後は75から90と15点差をつけられたが、銀メダルの日本に絶対女王の米国を慌てさせたと世界中が称賛した。それから3年、いきなり東京五輪決勝の再現となった、1次リーグ C 組の初戦。 日本時間30日午前4時開始で世界ランク1位の米国と同9位の日本との対戦カードが組まれたのだ。前半戦、第1、2級を終えた時点でのスコアは日本の39に対して米国は50で、その差は11。しかし、第3級が始まると米国が攻勢を強め悲願のレベル差を思い知らされた。 平均身長で11.6センチ上回る米国は、せめては身長203センチ体重90キロの CF グリナーを効果的に使い、守ってはリバウンドの大半を奪うなど日本の攻撃を寸断した。後半戦となる第3球の序盤、日本は米国の攻撃をどこまで粘ってしのげるか。これが試合の数勢を決めるポイントだった。 その勝負どころで米国は一気に連続3ゴール奪い、点差を17にしたことで試合の流れを完全に掌握。日本との点差をどんどん広げていった、スポーツライター、日本はベテラン34歳の高田牧、東京五輪アシスト王の町田るい、3ポイントを得意とする山本舞ラが奮闘したとはいえ、終わってみれば76対102と、 26点差をつけられ、100点ゲームの完敗劇となった。日本は1日、世界ランク19位のドイツと対戦するが、そのドイツは同6位のベルギーを83対69で任している。厳しい試合が待っている。